ミハイのギリシャ人です。うちのこだわりはギリシャのアートとかけるジャパニーズファブリケーション、あのジャパニーズテキスタイル、日本の素材。僕の自分のエステティクスはもっとモノトーン、白黒とかグレーとか。でも轟渓谷切ってから、あのもっと自然の雰囲気をマインドチェンジで、This is Kiru Art Store. アーティストミハイル・ギニス、プロデューサーギニス・青山優子のユニット、ブランドミハイル・ギニス・青山。そう、ここなんですよ。なんか緑に囲まれて、そう。そのアトリエは2014年にオープン。轟渓谷に隣接する、ここの左側。そう、どうもこんにちは。果たして彼らが手掛けるキルアートストールと、素敵ですね。はい、ありがとうございます。ちょっと広げてみてもいいですか。はい、こういう感じです。あ、四角いんだ。ね、だいたい四角で、はい、ここからここまで、あのカットなしで、ここからカットする。私たちの代表作のキルストールです。キルストールって何ですか。インスピレーションは、あの古代のギリシャから、あの一枚布を考えては、かける日本の素材、補足すると、はい、古代ギリシャの洋服は四角い生地をこう洋服のように、まあ、立体に着ていたものを、それが洋服の起源なんですね。私たちが今着ている洋服の起源が全部の洋服の起源、はい、そこにあるので、ミハイルはギリシャ人という遺伝子のその考え方と日本に住んでいるので、はい、ペタンコになる生き物のカルチャーを合わせて、私たちの現代版の着るあのストールというのを作っています。なるほど。これはあのプレインコールドストールですね。キルストールはストールですけれども、洋服をです。それで今いろいろ巻き方を紹介します。一つはグリックラップ、ギリシャラップみたい。さっきにこの間のギリシャ話して、ギリシャの巻き方ですか。そうそうそう、あのこれがギリシャスタイル。ギリシャスタイル、ね、あのそう、ギリシャっぽい。っていう巻き方もおすすめです。まだあるんですか。すごい。13通り以上ありますから。なんかマフラーっぽい。これは割と普通なストールっていう感じですかね。でも面白いわ、ここから。まだありますよ。端と端を、これとここですね。そう、一回アップして、真っ赤に体を入れる感じですね。とここも一つ、おー、あ、しょう感じなんですね。ボレオン、ちょっとお食事の時とかレストランとか、かっこいい、肩にこれ便利ですね。輪っかになっているところを、今と逆に、はい、あ、長くなるんですね。これがジレですね。ジレ、服みたい。素材ナチュラルですけど、上からちょっとマンメイドみたいで、これ配色はすごい面白いと思います。この雰囲気も、例えば自然の素材見てナチュラルで、でも建物コンクリート、コンクリートかけるようになる、その雰囲気は商品もまあいろいろ作る、自然と融合ですね。すごい、あの日本の素材すごい大好きですね。あ、そうなんですね。
ギリシャ出身で、20代の頃ロンドンでファッションを学んだミハイル。彼は日本の生地に魅了され、2006年東京に移住してきた。日本の文化は、まあもうちょっと若いはいろいろ好きです。あ、そうなんですね。映画って、まあ、マガジンちょっとチェックして、日本のビジュアルインフォメーションは多い。ヨーロッパすごい面白いですね。そう多いで、それですごい気に入った。でインターンで日本に来てから日本の記事を。そうですね。日本の記事すごいいろいろ見て、すごい大好き。僕はデザイナーでアーティストで、東京のすべてのインバイロメントから、例えばアーキテクチャ、ネイチュー、スペース、ヒューマンビヘイビアでインスピレーションを受けています。だからどうやってエクスプレス、イクワルファブリック、すごく同じものを見てても日本人が見る見方と、ね、ヨーロッパの人が見る見方って違うので、電車のこういうつなぎ目を一生懸命写真撮ってて、なんだろうと思ったらそれが柄に出てきたりとか、同じ空間にいながら全然違うとこ見てるんだなっていう。面白いですね。その街中からいろんなインスピレーションを受けて。そうですね。でこれがキルストールの代表作のプレインコーニスストールで、うん、2つ目が、はい、これがエンジェルストールです。エンジェルは新しい形で、ちょっと長いな。今度は縦に長いんですね。いろいろ素材をミックスして、このパーツ。ボタンがあるんですね。プロテクティブですね。ちょっと気持ちいいで、暖かい、あ、そうですね。そう、ここまであるから暖かい。フランス感覚で着ていただく感じですね。なんでエンジェルって名前なんですか？エンジェルはもともとウィンクスあるだから。ああ、飛べそうだよ。本当にいろいろ考えてじゃない、ナチュラルインスピレーション、ね、インスピレーション見てエンジェルお名前生まれた。一枚の布から無限の可能性を生み出す独創的なこのストールは、選び抜かれたブランドだけが出品できるパリ国際展示会で披露されるなど世界的に注目を集めている。この商品かっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。日本の素材ですね、すごい大好き。本当に I love this fabric。 だから着るストール作って世界に広げたいですね。